フィルターのお手入れをする場合は、安全のため電源プラグを抜いてください。また、お手入れの時は安定した踏み台をご使用ください。完全に停止状態にするため、リモコンの停止ボタンを2回押してください。パネルが最後まで閉じたことを確認し、15秒以上経過してから電源プラグを抜きます。パネルの左右側面を持ち、手前に引き上げて開けます。オレンジ色のロックつまみを左右とも内側にカチッと音がするまでスライドして、ロックを解除します。ダストボックスの持ち手をつかみ、手前に引き出します。エアフィルターを下に引き抜いて外します。取り外したエアフィルターは、汚れを掃除機で吸い取り、水洗い後、日陰でよく乾かします。汚れがひどい場合は、薄めた中性の台所用合成洗剤でつけ置き洗いをし、その後よくすすいで十分乾かしてください。エアフィルターの表と書かれた刻印を確認し、挿入口に沿って奥まで差し込みます。ダストボックスは持ち手をつかみ、元の位置に戻し、オレンジ色のロックつまみを左右とも外側にカチッと音がするまでロックします。オープンパネルの左右両端をカチッと音がするまで押さえて、確実に閉じていることを確認してください。